ルポーズ、シリアルポーズをメインにしていきたいんですが、お尻を、足の下にお尻をしまい込んでいて、手のひらを下にしていきます。で、両肘、腕を体側にぐーっと近づけてきて、腕もこう背中の中に入れるような形にしていきます。ここから肘を曲げて、肘でマットを押すと、背中がマットから離れます。胸がぐーっと開いていきます。ここから顎を少しずつ上に引き上げて、喉の前側を伸ばして、余裕があったら、後頭部をマットから離して、頭のてっぺんをマットに引いていきます。頭のてっぺんまでつくと、首や肩に痛みがある方は、顎を引いてきて、背中を離した状態でポーズをとっていきます。